ハロプロ飯の宇宙へようこそ。今回は一応華麗な卒業に関するお知らせに対するみんなの飯の宇宙です。無事だった。ガチじゃん。うわぁ。寂しすぎるだろ。寂しい終わり方だな。このまま何もなくさよならか。卒婚は？一応華麗なが次の目標に向かい、進んでいくことを願ってやみません。鉄オタに専念してしまうのか。A 列車のゲーム配信で食っていくのかな。お疲れ様でした。うわぁ。結局何で体調不良だったんだよ。甲府町の波って野球選手かよ。お前ら姉ちゃんの SNS 突撃するなよ。わら、あんなさん何か語ってよ。最後にはロツーで A 列車やってくれよ。6時間くらい枠使って。そうだそうだ。最後にコメント出せてよかった。うわぁ、えっちゃんにお礼を言う場だけ欲しいな。悲しい。ブログ読んだら泣きそうになっちゃった。えっちゃんお疲れ様。卒婚ないの？2024年2月29日って今日3月1日ですよ。もう卒業したんだな。山の始めか全員卒業か。みんな大好き研修生17期も残るはマリアのみ。マリアの同期がついにいなくなる。結局何だったんだ？体調不良とだけもやるな。不明のまま辞められると心配してまうがな。大丈夫なんか。お前らリコリコのツイッターに突撃するなよ。ダメだったか。寂しいな。もう消えてる。休む前に前兆とかあったん？マジか。大学受験してるとマジで思ってた。意志が強そうな人だったし、譲れない何かがあったのかな。卒婚もできずにあまりにかわいそうな終わり方。ビオからついに卒業者が出てしまった。増員はしなくていいぞ。アーシャ変わった？島倉がリーダーなの？公式プロフィールからすでにいっちゃん消えてるな。地下鉄のリーダーは今の職上か。鉄道要素どうするんだよ。地下鉄の一岡豆知識のとこどうすんだよ。ここで突如の島倉豆知識で行くしかない。関係ない。昭和歌謡豆知識ぶっ込むのか。地下鉄って名前も変えよう。こういう終わりは悲しいな。229付けですでに辞めたよっていう事後報告ってことだろうね。卒婚なしの卒業ってこと？初めてじゃね。でなし卒業扱いだけど卒婚なかった。あいあいとかまなかんもじゃね。悲しいわ悔しいわ。一岡本当にお前が一番悔しいわな。なんやこれは。なんか落ち着かんわ。体調不良だけしか言わないの逆に心配すぎる。そんなセンシティブなの。やっぱりメンタル系？甲府町の波が激しいとか言われると躁うつ病とか想像しちゃうな。真相は肝硬霊なんだろうな。ハロ史上最大の闇案件。真相は藪の中。またお前らの悪い予想が当たった。リコリコのお天気にブログ染めてたのに。辛い。俺は悲しいぞー。最後に出てきて挨拶もできないとか。結局バイバイか。今日でお別れね。もう会えない。こんな終わり方ありえないだろ。卒婚なしは辛いな。引退？芸能界引退？体調が戻ればソロでやる？その辺何も書いてないよね。西口のポエムはその辺濁してるが、一岡の書き方は戻ってこない感じだな。こっちに載ってるな。もうおじい一覧にいいんじゃんしょう。加賀と一岡並んでて大号泣。発表されたコメントは完全に引退してフェードアウトするような内容だったんだけど、どうなってんの？芸能は続けるんだね。ノムさんパターンもあるからな。芸能活動終了するわけじゃないのかな。どんな病名でも発表してしまうアップフロントでさえ言えない事情があるということなんだろう。身内が亡くなったとか事件に巻き込まれたとかで人前に立つお仕事を続けていく気持ちを保てなくなったのかも。もう詮索するのやめるわ。身内の不幸でさえも発表するからな。前兆はあったよ。気兼ねなく笑う感じが23年春頃からなくなってた。心配事があるみたいな浮かない感じね。自分が気づいた範囲でだけど。ツッコミ転校に失敗したか。卒業打診されて心が折れてしまったのかもしれない。いっちゃんは繊細だから。コロナ後遺症？大丈夫なのかな。いっちゃん、お疲れ様。いっちゃんのパフォーマンス好きだったよ。残念だ。フェードアウトは規定路線だと思ってたよ。ちょっと信じられない。え？
え？ライブの最後に挨拶だけしに来たらいいのに。結局オタの前に最後に出たのはいつだったの？ブログタイトルの勘は完了の勘だったんだね。あんな感動的な昇格劇でデビュー掴んでこの終わり方かよ。ヤホーのスタッフはええよ。いや本当に寂しい、どうしたらいいんだ。まったく一応顔しじゃなくけど寂しいな。いっちゃんが出てたヤンタンは全部当たり会だった。5年もやれば十分だろ。卒コンないのは残念だけど。いっちゃん。悲しい年単位で休養しても待つつもりだった。とりあえず、いっちゃんが元気になってくれれば、またリオと共演する機会もあるかもしれない。卒コンできないくらい調子悪いんかな。残念だな。ハロステなりなんならで最後にコメント動画とかないかな。グループの雰囲気に貢献してたメンバーだから残念だわ。ただただ悲しい。体調が少しでも良くなることを願うしかないな。このままさよならなの？ビデオレターとかもダメなのかね。席だけ置いて休んでたってずっと待ったのに、もしかしたらすごい難病だったりしたらどうしようと思っていたけど、この感じだとメンタル面かな。最後にセレモニーでもやってほしいというオタの気持ちは十分わかるけど、それができないほど体調が良くないのかもしれない。自分もメンタルやられてた時期は見た目に気を使う余裕も持てなくて、こんな状態で人に会いたくないって思ってたし。責任感が強く真面目なんだな。1年くらい休んでもよかったのに、時間を自分の中で気にすると辛くなる。事務所も十分に気を使ったけど、石が前に出てしまったんだな。事務所に卒コンないの怒ってる人いたけど、本人が卒コンに消極的な子でも小さい箱やライブハウス用意して卒コンさせてんだから、やれるならやってたでしょ。本人の体調と気持ち優先した結果だよ。美容は卒業加入のないまま10年くらいやって全員で終わらせてくれるなんて夢見てた。早く復帰しなきゃとか、ずっとこのままだったらどうしようとか考えちゃってたのかな。しばらくは美味しいもの食べてよく寝て好きなことして穏やかに過ごしてほしいな。推しの卒業を卒コンで見送ることができるって、本当に幸運で幸せなことだったんだな。いっちゃんのふわふわした雰囲気からでしか取れない栄養があったのに。いっちゃんの不思議な楽しさ、可愛さ、明るさってアイドルの中でも、普通の女の子でもなかなか見つけられない。本当に新鮮で素敵な感じだった。そっか、ずっと心配してたし寂しいけど、何よりいっちゃんが幸せでいてくれたらと思うので、とにかく気持ちを休めてほしい。いっちゃんは下積みも浅くてずっとハロプロで頑張ってくれてたけど、いっちゃんが輝ける場所をまた見つけてくれればなぁと思います。ハロプロの対応だったぜ、いっちゃん。ありがとう。お大事にね。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。